ヤーサスアテナイの皆さん、今回はですね、実は私たちラオスのルアンパバーンに来ております。で、実は海外編というのがベトナム、ギリシャと来て、で、実は2020年に企画していたものなんですけども、まあ、コロナ禍でそれが伸び伸びになって今になってしまったんですが、ようやく来ることができましたので、はい、世界遺産の街をブラブラしていきたいと思います。では行ってみましょう。はい、メインストリートを歩いておりますけども、まあ、こういうお寺がずらっと並ぶ中にあのお店屋さんがたくさんある感じですね。で、私たちもうちょっと向こうに行ったところの一番大きいメインの寺院に向かっております。ルアンプラバーンはもう 4,5 年前とかに来た感じで、ちょっと印象変わってますよね。なんか、これあれですよ、登るところですよね。なんかひたすら登っていくと景色がいい、あの展望台みたいなとこに出るやつですよね。登りませんね。で、まあ、これメイン通りなんですけど、夜のナイトマーケットの準備がね、着々と今設営が進んでますね。また後で来ましょう。はい、キンキラキンですね。ここはもう行かないんでいいんじゃないですか。全部入ってると多分すごい時間かかっちゃうんで、まずはお参りに。この番組結構あの土地土地の神様にまずはお参りするっていうとこから始まるんで、それもラオスでもやってみようと思います。はい、なんかいい感じですね。なんか観光地なんですけど落ち着いてますよね。のんびりできる感じです。あと、そのなんか客引きっていうんですか、その引っ張る人がいないからいいですよね。いやー、だいぶ歩いてきましたね。まあ、結構この観光地みたいなとこが長く続いてて、はい、だんだんお寺が近づいてきましたね。ちょっと見えてきてますね。よく見るやつですね。これ多分入場料とか払わないといけないから、多分正面から入んないと多分怒られる。私たちギリシャで結構怒られてるんで、もうこれ以上怒られたくないですよね。大人になって怒られるってちょっときついですからね。はい、まあ、ここがワット・シェントーンですね。一番メインのお寺で、皆さんなんかお金とか払わずに入ってる。まあ、私たちも入りましょうか。撮影ももしダメなら言われるでしょう。立派な、修復中ですね、いろいろ。メインはどれなんですかね。ひとまず入り口にあるんで、いろいろ修復中ですね。本堂、本堂ですね。だいぶ修復中ですね。でもなんかアテネのパルテノン神殿も修復中でしたよね。私たち海外行くと修復中っていう、そういう人たちですよね。仏様、写真に見えるんですけど違いますかね。角度によるのかな。左右の眼球が
違う方向を向いているような、まあ、そういう作りなんですかね。さあこれでもう土地の神様味方につけましたので、はい、仏様ですかね、味方につけましたので、もうこの撮影うまくいくと思います。はい、もうちょっといろんなところを見ていきましょう。